先日100均で買ったらダメなものに関する動画をアップしたところ大変好評で、視聴者の皆様は100均がお好きだとお見受けした。今回は第2弾としてスレミン激推しのダイソーアイテムの紹介である。スレミンの9割がおすすめする100均アイテムとは一体何なのだろうか。皆さんのおすすめアイテムがあればぜひコメント欄で議論していただきたい。トーマス、ガチでうまい。トーマスって何や？トーマスのチューイングキャンディーや、甘酸っぱくてほっぺた落ちるで。顔ついてるラムネちゃうの？超売れ筋商品やぞ。トーマスうまくないから残してるわ。いや、してろよ。残すってレベルの賞味期限ちゃうやろ。一押し商品のトップバッターを飾ったのは、まさかのトーマスのチューイングキャンディー、かっこ3本パック。幼児用のお菓子と侮るなかれ。なんジェイミンやツイッター民から絶賛され、ダイソーの売れ筋商品として長年ランクインし続けるベストセラー商品なのだ。これほんまにうまい。豚麺に500円。チキンラーメンの小さいやつ。キャンドゥで在庫処分するガムとか飲み物を2500円の棚で売ってるやつ好き。普通に有名どころのやつあるよな。UCC のペットボトルコーヒーが2500円で買いまくったわ。キュウリのキューちゃんスーパーだと150円なのにダイソーだと100円や。ダイソーの食品コーナーはスーパーで買うより安いお菓子や隠れた名品、100均限定の使い切りサイズの調味料など掘り出し物で溢れている。その後もダイソーガチ勢により、一押し商品のプレゼンは続く。マスク。スマホのガラス保護シート。猫のおもちゃ。箸、食器、ゴミ袋。TWS イヤホンガチで売れてるぞ。TWS イヤホンめっちゃ売れてるな。TWS なんでこんな欲しいんやろ。でも300円シリーズのイヤホンは予想以上に音良くて驚いたわ。TWS とはブルーワイヤーレスステレオ。完全ワイヤレス接続を指す。ダイソーがこの TWS イヤホンを1000円という驚きの低価格で販売するや否や、多くの店舗で売り切れが続出した。この TWS イヤホンをはじめ、ダイソーは優秀すぎる家電製品を多く輩出している。充電コードは壊れやすいが値段しなら他よりずっといい。500円の VR ゴーグル見なくなったけど終売したんか？単にコロナ禍で自宅でどうたらみたいな需要で品薄になっとるだけやろ。つい最近防滴スピーカー買ったけどええわ。風呂がはかどる。防滴スピーカー。お風呂入るのが苦痛やなくなったわ。謎の令和最新版買うくらいならダイソーで買った方がまだ安心できる。近年アマゾンには令和最新版を謳う中国製品が溢れ、粗悪品や商品が届かないなど、多くのトラブルが報告されている。これらの多くは日本企業を名乗り、桜を雇って高評価レビューを投稿させることで、巧妙に有用な出品者を装っている。令和最新版や2021最新版などの誘い文句のほか、住所が CN、括弧中国、電話番号が86で始まる販売元は中華企業のため、購入の際は参考にしてほしい。製造元は同じ中国やろ。保証の面で雲泥の差ってことちゃうの？もしなんか不良品やったら回収するし。最低限の品質は担保されるやろ。こんなもんぶっ壊れてもともとやけど。充電器とかモバイルバッテリー解体してる動画見たけど全然品質良くないぞ。充電ケーブル、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、スピーカー、よくわからんかったら全部ダイソーでええわ。100均のその辺のなんかいつ発火するかわからんから買えんわ。2020年、ダイソーは電源コード内部の金具に緩みがあり発火の恐れがあるとして、商品の自主回収を発表した。100円ショップに限ったことではないが、安価な充電ケーブルは対応ボルト数アンペア数が低く、長時間充電すると発煙発火の危険もあるため注意が必要だ。ハンドル野菜カッター、なお300円。これ？脱臭剤、除湿剤、芳香剤、全部有能。ホムセンの方が安いやろ。デスクパッドにはお世話になってる。ゆで卵剥きやすいように卵に穴開けるやつ。ゆで卵で思い出したが今に卵作るやつ人気でどこも売り切れとるらしいな。結束バンド。使い捨てメガネ拭き。サボテン売ってるけど買ってるやつ見たことないわ。100均サボテンってそこそこ需要あるジャンルなんやで。売り場にあるとみるみる状態が落ちるから入荷直後狙いで抑えに行くんや。カクタスオサダが出荷してるやつは、時々その値段で買えるのがおかしいレアもん紛れ込んでてーで。サンキュー、サボテン2期。カクタスオサダはサボテンや多肉植物を中心に育成販売する静岡の生産業者で、品質の高さと豊富な品揃えに定評がある。あのシリコンのラップ、あれめちゃ便利。ワイも買った。ラップの用がない時はまな板の下に敷いて滑り止め。あとトングとか返しの類。
あとさらかな可愛らしいのがたまにある。かたくなに食器買わないやつってなんなん？発がん性物質が溶け出すとか思ってんの？どんのくせにネット ONG とかあるし、米も炊きたてならプラスチックの香りがコーティングされるで。前回の動画内でも紹介したが、日本で販売された中国製の土鍋から鉛が溶け出していたことが発覚し、鉛中毒や腎機能障害の危険性が指摘された。ここまでのケースは極めて稀だが、不安な人はストーンウェア、カッコ石器やバンブーファイバーという竹の繊維の食器を使うことをお勧めする。ボールペン。定価150円のが100円で売ってたり1000円のが300円で売っててお得。レンジでパスタ茹でるやつが一番使ってるわ。電池、爪楊枝、接着剤、ケース、耳かき。ダイソーの爪楊枝ふにゃふにゃですぐ折れるやろ。スマホスタンドやろ。あと除草剤。詰め替え用あったら嬉しいんやけどな。ラーメン調理器や。これ一つあたり330円やけど可愛いで。パンダ可愛い。象牙ついてるのなんか草。レンジでご飯炊けるやつ欲しいけど米買うのもったいないから買わんかったわ。ダイソーは有能すぎる。趣味の昆虫飼育で使えるもの多すぎ。包丁やな。一年使ってるけど未だにキャベツの千切り余裕や。これやね。サイズ感良さそうだけどすぐ割れそうやな。このスポンジが最強や。ホイップルン。これはガチ。洗顔はネットよりこっちの方がいい。真鍮ブラシは重宝してる。安いからガンガン使い潰せると思ってたけどすげえ頑丈だわ。突っ張り棒はホーム線が高すぎるから100均ならものすごくコスト下げられる。意外と良い。これタッパーはマジでダイソーは有能。今のダイソーはこんなおしゃれなもんも売ってるからな。スタンダードプロダクツとはダイソーが新たに立ち上げた300円商品をメインとした高級路線の新ブランドで、高いデザイン性と機能性で人気を集めている。これええな。たびたび売り切れとるが。安かろう悪かろう。それを理解した上で割り切って使う分には最高やで。金がない時に適度に物欲を満たさせてくれるところ。100均便利すぎて他で買う気しなくなるわね。時たま外れはあるものの、100均の商品が安かろう悪かろうだったのは過去の話。今や高品質でおしゃれな商品が溢れる100円ショップは、老若男女に広く愛され、日本が世界に誇る文化の一つとなっている。引き続き、スレミンが推しのダイソー商品を語るスレをご覧いただこう。ダイソーの有能アイテムあげてけ。俺はレモンケーキ。2個100円とは思えない味。豚麺。うまいよな。ブラックサンダー4つで108円。伊賀炭酸水が2本100円なのは助かる。ダイソーのレモンケーキは2個で110円とは思えないクオリティで、季節ごとに桃やメロンなどのフレーバーも登場する人気商品だ。安定の食品人気が続いたが、その後もクオリティオブライフが爆上がりする便利グッズの紹介が続く。この手の壁掛けポケットめっちゃ便利。一度使い出すともうないと生きられないレベルで使う。何入れるの？リビングに置くなら爪切りとか耳かきとか毎日使うわけじゃないけど的なもの。玄関あたりに置くなら郵便物とか鍵とかマスクとか。とにかく使い出すと便利すぎわろたになる。なるほどな、透明なのはいいかも。シリコン鍋。スマホのネックホルダー。200円だけどかなり重宝してる。画鋲。メガネ挟んで使うサングラス。同じ品質のものがメガネ屋行くと3000円。メガネ屋って超ぼったくり。マグネットフック。磁石強力すぎるだろ。これいいかも。うちは吸盤使ってるけどマグネットの方が間違いない。ワイヤレスイヤホン1000円。欲しくて4軒回った。買えなかった。俺も3軒回って買えなかった。こないだ買いに行ってきたけど売ってなかった。こちらのスレでも、ダイソーのワイヤレスイヤホンは大人気だ。一方で大手メーカーの商品と比較すると、やはり音質や耐久性は劣るという意見も少なくなかった。1000円のワイヤレスイヤホンはすぐ壊れるって聞くからやめとけ。安物買いの典型例。了解した。そうなのか。天下のダイソーだから音質は期待してないけど、聞く分には困らない程度だと思ってたんだが。出てすぐ買ったけどうちは全く問題ないな。当たり外れがある感じなのかな。アイラップ。まあスーパーとかでも100円なんだけどさ。あとはフライパンや魚焼きグリルでくっつかないシリコンコーティングのアルミホイル。うちでも魚焼きは敷いてから焼くようになった。フリフリチップスとかいうグルメスパイザードの完全上位互換。食ってみるわ。食べ物じゃなくてお菓子をすりつぶしてふりかけみたいにかけるやつね。何それ楽しそう。うまい棒の納豆味でやったことあるけどなかなか良かったぞ。
見た目あれなのでトライポフォビアの人は画像検索注意な。納豆好きだから試してみるわ。スナック菓子を細かく砕いて振りかけるキッチングッズ、フリフリチップス。ご飯やサラダにポテトチップス、アイスクリームにクッキーやコーンフレークをトッピングするなど、可能性は無限大だ。耳栓。耳栓しないと寝られなくなった。毛玉取り際ガチ。これもチェックしてこよう。布類。他の100均のは洗うとがっつり色落ちするけど、ダイソーのタオルやバンダナは色落ちしなかった。それはいいこと聞いた。タオルとかも試してみよう。タオルは200円のがいいぞ。100円のはペライけど200円のはホムセンで300円のやつ並みのクオリティある。承知。100円じゃないけど貸し付き。一番ゴミなのは間違いなくボールペン。300円くらいのはいいぞ。ダイソー行きたくなってきた。俺はチップス系のトングがお気に入りだ。手が汚れない。アイスキューブ。わかんなかったからググったらめっちゃ有能じゃん。買ってくるわ。冷凍庫でキンキンに冷やしたキューブを氷の代用品として使用するアイスキューブ。溶けないので、飲み物が薄まらない、繰り返し使えていこと好評な一方、手入れが大変、衛生面が気になるという意見も少なくないようだ。シャンプーの冷たいパッチをそのまま入れて使えるシャンプーボトルこないだ買った。うわぁ、物によるけど大抵当たり。義兄の趣味が釣りだから教えておく。無印そっくりの商品は大体便利。500円のコーヒーミルとコーヒープレス。シリコン製のヘラ。物を掴む部分がシリコンになってるトング。ペラペラしてて曲げたりできるまな板。まな板使ってるよ。あれくっそ便利だよな。切ったもの鍋にぶち込むのはもちろん、薄いから置くスペース取らないし曲がるから洗いやすいしマジ万能。一つ買って試してよかったから予備にいくつか買っておこうと思ったらもう売り切れ。やっぱ人気あるんだな。売り切れちゃったか。ブログで紹介されてたから買ってみた。4500円の素焼き鉢。輪ゴムとハンドグリップとハサミ。観葉植物もパソコンデスク上に置いてる。パキラとかテーブルヤシとかサボテンとか売ってるぞ。そういえば500円の電子メモパッド売ってるの一回も見たことないわ。あったら買おうと思ってるのに。俺もツイッターで見たけど売ってるところ見たことないな。メルカリ見ると大量にあるよ。転売屋に買い占められた模様。ダイソーに限ったことではないが、便利な商品は SNS で拡散され、バズった商品は瞬く間に転売屋に買い占められてしまう。特に100円ショップの商品は仕入れ時の負担が少ないこともあり、100均アイテムに特化した転売ヤーも少なくないようだ。スキレットもおすすめ。やっぱりテフロンのフライパンで焼くより鉄で焼くと肉がうまいと思う。ちょっと欲しい。結局100均の良さって掃除とかキッチン周りの使い捨ての何かじゃね？こういうのほんと助かってる。それは言えてる。油汚れクリーナーはマジで神。滑り止めマット。めっちゃボリューミー。このタイプのフックがめっちゃ重宝してる。カモイのところを利用するタイプ。帰宅後に帽子かけといたり、部屋干しの洗濯物をちょっとかけといたり。これ家に5個も設置してあるわ。そうそう。俺も1個買ってみて便利すぎて今では複数ある。ハンガーかけたりするのに便利そう。壁に穴を開けずに取り付けられるカモイフックは、ドアや窓枠扉枠にも自在に取り付けることができ、収納力や生活の効率が格段にアップする。この便利さを実際に体験すると、もう元の生活には戻れない。騙されたと思って、カモイフック活用で検索してみてほしい。コロコロ、糸付き用紙、55本の方。ウェットティッシュ、ボトルタイプの方。センス、充電池。精密ドライバーセット。もう何回買ったか覚えてない。100均で売ってて欲しいのこのタイプのやつ。洗濯物を引っ張るだけで一気に全部取れるやつ。これ出たら買うな。これ取り込みは便利だけどちょっとしたことで洗濯物すぐ落下するよ。衛生的でこれも当たりだと思った。それまで石鹸置きみたいなのに置いてたから。300円のスピーカー出た？あれマジですごいわ。スピーカー安いの欲しいやつはこれ買え。1000円超えくらいのその辺のスピーカーと変わらん音質で300円。ヘアーカッター。自分で髪切るよ。ワイヤーカッター。不燃ゴミまとめるのに使う。アマゾンでいろいろ調べて買った後ダイソー行くとなんだこれあったのか。しかも半額じゃねえかってなる。ダイソーをこよなく愛するスレミンたちのおすすめ商品を学んだところで、続いてはダイソーで発見した衝撃的な商品に関するスレを紹介する。どうすんのこれ。やばいでしょ。カジフカヒ。ホコリ大丈夫なんかね。タコ足すぎる。見ただけで恐ろしいんやけど。まあ短絡はしないのか。電気は正しく安全に。
絵面のインパクトがすごい。差し込み口が連結されどこでも差し込めるタイプの電源タップに、多くのスレミンが本能的に恐怖を感じた。補足すると、この商品には安全性を満たす証である PSE マークも、ホコリ防止の安全シャッターもついている。1500W 以内の使用にとどめる。ヒーターやこたつホットプレート等の電気調理器は使用しない。といった使用方法を正しく守れば、安全に使用できる便利な商品だ。すごすぎて草。これは天才の発想やろ。やばいやん。使えそう。防水なら欲しい。こういうのには無力。これほんとやめて欲しいわ。これの解決法が知りたい。これ買え。幅の広い AC アダプタのような機器が隣の差し込み口を塞いでしまう現象は、誰もが一度は悩まされた経験があることだろう。このような延長コードを使えば、電源タップの差し込み口を余すところなく使うことができる。その後スレミンの間では、最強の電源タップ決定戦が開幕し、大いに盛り上がる。全部等間隔に並んでて好きなところにさせるやつなら持ってるわ。これか？これ考えたやつ頭ええわ。やっぱりちゃんとしたとこのタップがええぞ。これ最強や。差し込み口回るコストコのコンセントめちゃくちゃおすすめやで。携帯の充電器とかめちゃくちゃ差しやすくなる。わいまだに中学で作ったコンセントタップ使ってるわ。技術の授業で作るやつな。くっそわかる。20でうち出るまで使ってた。これ10年以上は使ってるけど意外と耐久性あるな。これは今ずっと使ってたけど、ある日コンセント差したらバチバチ言い出したからビビって捨てたわ。これが最強や。3極で USB もあるとか最強だな。ダイソーなんて危ないからこれ買うべきや。こんな状況でも平気なんやぞ。くさ。なんでライターで炙っとんねん。感電しそう。高くても良いから安全なタップを据えて。パナソニックのなら安心や。業務用やけどこれ。ただのタップが1万超えかよやべえ。リンク先の3和製の業務用電源タップは、最安値でも差し込み口が9個、15アンペアで1万、3200円。最高品質の安全性と利便性を誇る電源タップのため、納得のお値段である。これと似たようなの買ったけど USB の電力しょぼすぎたわ。これな、光ないから寝るとき邪魔にならんくてええで。ワイはこれ買ったわ。4口に USB ポートもあって1500円切りはこれだけや。コスパいいで。そもそもこれからタイプ C の PD 充電主流になるのに普通の USB コネクタ使わなくなるやん。多分数年後には誰も使わんで。ワイは普通にこれ使ってる。顔やん。こんな姿にされてこ、してこ、してって言ってそう。20年前クソスペ PC 30万円です。電源タップ1000円です。現在ハイスペ PC 20万円です。電源タップ1000円です。なんでこいつだけ変わり映えしないのに隠す絵置きやねん。Y の会社のコンセント、タコ足だらけでアホみたいにホコリかぶってて絶対まずいやろなと思う。指摘したら Y がなんとかせなあかんから黙ってるけど。子供が予想してないような遊び方見つけてくれそう。電源タップなどの配線器具は、一歩間違うと発火や感電など大きな事故につながる。湿気を吸収したホコリがショートするトラッキング火災や電源容量を超えた過電流によるタコ足配線火災。劣化した配線コードが原因の配線コード火災等の電気火災は、2020年時点で全火災の3割を占めている。電源タップは信頼できる商品を購入することに加え、定期的な掃除でホコリを取り除く、タコ足配線はしないなど、取扱説明書にのっとって正しく使おう。では最後に、ダイソーの人気商品を狙う肉気転売ヤーに関するスレを紹介する。ひどすぎる。ひどい。これは2021年ダイソーから税抜き700円で販売された、Bluetooth スピーカーである。発売されるや否や、あっという間に完売した大ヒット商品だ。そんな人気商品を転売ヤーがハイエナのごとく買い回り、定価の2倍から5倍で売りさばくケースが相次ぎ、当時大きな批判を呼んだ。700円もするんか。700円、かっこ白心。これはもう買う方が悪いだろ。何に使うねんこんなもん。なんで700円のものが1600円で売れるんや？送料手間賃込みだからや。ひどい。売れてて草。なんで売れてるねん。こんなのおかしいって。これ欲しいか。意識高い系が欲しいんやろ。意識高い系がダイソーって。錬金術。ひどすぎる。品薄なの？もう売ってないとか？700円って書いてあるのに買うやついるんか。100均のスマホフィルム騙されて買ったことあるわ。最近の100均の製品は100均ものだとわからんわ。
ガラスフィルム買ったけど剥がすときボロボロで破片散らばってやばかったわ。手数料引いて700円ちょいの儲けか。ようやるわ。送料かかるぞ。こんなんバイト代よりも受けないやろ。複数売れたらあるんじゃないか。このスピーカー話題らしいけどなんで？見た目が可愛い。それだけか。案外性能が良いとかかと思ったわ。Bluetooth だったりする？世間の注目が集まっているトレンドの商品は、フリマアプリでの値段が爆発的に高騰するケースがある。最近では某ソシャゲの一大ブームによって、あの業界にバブルが起こっているようだ。ウマ娘の影響でみかん菌の頑張れ馬券が万馬券化してるらしいぞ。草。え？売れ切れました草。でもこれは欲しいのわかるわ。遊戯王カードと変わらんやろ。3万で買ってやることがツイッターで生きるだけやからな。承認欲求って恐ろしいわ。ウマ娘ゲージって Y の天皇賞で買った鈴鹿の骨折馬券10万くらいで買ってくれるんやろか。破るに破れず残っとるんや。多分状態良ければ買うで。悪くても5000円から3000円にはなりそう。出してみるわ。外れ馬券結構あるんやわ。それなりの値段になってるわ。それなりの価格で草。外れ馬券いろいろ持ってたらまさかの日の目を見るとは。出品した方がええな。かつての外れ馬券にプレミアがついた競馬ファンも、推しの相場の馬券が手に入った馬娘ファンも、どちらもウィンウィンである。だが転売ヤー、お前はダメだ。レトロスピーカーを買い占めた転売ヤーに多くのスレミンが怒り浸透な一方、買う方も買う方だという声が相次いだ。ダイソーで買えよ。品切れ中で今すぐ欲しいってやつがかなり多い。これがバズったからかな。8万いいねされてて草。こういうのって結局使わなくなるんよな。Bluetooth に繋げるの面倒くさいからスマホで直接聞いたろってなるやろうな。ソニーとかのスピーカーと違って自動接続機能なんかないやろうし。機能は最低限。音質も値段なり。すぐに嫌になるやつやな。SNS でいいねもらうために買うぞ。明らかダイソーで700円って書いてるのに2000円で買ってるやつ頭おかしいんか。ダイソーに600円の風呂場でも使える Bluetooth スピーカーあるのに。それ買ったけど結局風呂場で音楽聴くなんておしゃれなことせんくて全く使ってないわ。こんなんダイソーで見たことない。500円までなら見たことあるけど。新商品やろ。ほーん。安さが売りなのにこんなん出されてもな。安かろう悪かろうの店やのに。500円のワイヤレスイヤホンはプツプツ途切れるし、300円の電動シェーバーは一瞬でボタン壊れた。100均の家電はあかんわ。こんな音悪いのよ売れるわ。音質はレトロだからセーフ理論らしいで。転売って買う間抜けも同罪だな。なおこのレトロスピーカーは大好評を受け、2022年に再販されている。我々消費者も一時の欲求に流されず、正規のルートでの購入に徹して転売ヤーの片棒を担がないようにしよう。円安や原油高騰など厳しい状況下でも、安価で高品質な商品で私たちの生活に寄り添ってくれているダイソーに、心から感謝しよう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画の感想やおすすめのダイソーの商品があれば、コメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。